ザコシさんといえば、まあちょっとキテレツというか、うん、そういうイメージの芸風ですが、しっかりお茶の間でも爆笑を取れる唯一無二の芸人さん、うん、当然売れっ子でございますが、ネクストザコシショーと呼ばれる若手ピン芸人が全くいないんです。確かに、必要とされてないからですよ芸能界で。無理だもんね。大体賞レースのチャンピオンってこのみんな若手が真似してね、それっぽい人がどんどんこう乱立してくるけど、いないってことはやっぱりだから憧れないんでしょ。憧れない、うん、なるほどなるほど、うん、そうですよね。だからこそ発掘していかなきゃいけないと。だから折れないね。聞いてます？折れないね。番組が立ち上がったというかね、うん、で今回はネクストザコシショーを目指すキテレツ芸人を集めて、本人からアドバイスを直接もらえる賞レースを開催したいと思います。それでは今回の審査委員長に登場してもらいましょう。どうぞ。ちょっと違う。リリ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 リもうやめよう。審査委員長の福山雅治です。どうもどうも。リリ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 リうちの社員やったらね、アホんだら言いますよ。謙虚なれよ。謙虚なれよ。チョゲ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 。激しくキテレツな芸風でありながら老若男女に愛される唯一無二のピン芸人、ハリウッドザコシショー。しかし R1 優勝から8年、ネクストザコシと言われる若手芸人が全然世に出てこない。そこでハリウッドザコシショーに憧れる若手芸人を集め、本人直々にアドバイスをもらえる賞レースを開催。あの顔は表情はね、あの絶対出した方がいいから。なるほど、なるほど、確かにそれあるかも。果たして次世代キテレツスター発掘なるか、ザコシ1グランプリ開幕です。さあ、ということで今回の賞レースを開催するにあたって各お笑い事務所に問い合わせたところ、エントリー総数なんと123人。そうだ、めっちゃいるよ。いるんだよ。だから嘘だって。いるんだよ。今回事前の動画オーディションでファイナリスト7人に絞らせていただきました。7人123人からね、ファイナリストですから。ちゃんとした大会が。ネタの評価は皆さんのお手元にある A 案ボタンで行いたいと思います。これ A 案と思った時に自由に押してください。ザコシさんや研究部メンバーからのアドバイスをその場で修正したネタも評価の基準に入ります。これが新しいですよね。今までなかった。でネタが終わったら審査委員長のザコシさんに王者を決定していただきたいと思います。はいはい、わかりました。はい、最終的に平安の数で決まるわけじゃないですか、王者は。最終的には師匠が決めます。じゃあいらないじゃん。基準ですよ。じゃあ家でやれよ。なんじゃ、俺んち来いよ。じゃあ俺んちでやるわ。全員ひっくるめて来いよ、俺んち。なんで今。さあ、優勝者にはなんとお笑い研究部の出演権が与えられると。嬉しい、それは。あかん。それ何、それ何、それ何。あかん、あかん、知らないの。師匠にはありまして、審査委員長だから。あかんやん、あかんやん。シューって、なんだこれ。いる、それ。これ出たら優勝です。これ出たら優勝。これ一発出たら優勝。一撃優勝。初代王者。初代王者。さあ、ということで、まず審査委員長の師匠、どういったところが基準になるか、どういうところ見てんのか、師匠が、うん、これ教えていただき、やべえネタやったもん、やったらいいってもんじゃねえんですよ。なるほど、うん、ほんでだからね、
厳しいとこは厳しく行こうと思います、はい、うん、お前それ一人よがりじゃねえかと、はい、うん、はい、だから結局厳しくやるってことで、はい、もう眠てールールでやんねえからな、これ眠てールールで、眠てールールで、お前これな、ポンポンつけてストリートでキックルールとかないでしょ。おお、ブレイキングダウンの不良ですわこれ。分かんないですよ。ポンポン MT ルールで生でストリートの喧嘩だ。果たしてネクストハリウッドザコシショーの称号は誰の手に。ザコシ1グランプリスタート。それでは参りましょう。一人目は片倉ブリザードです。どうぞ。誰だよ、誰だよ、マジで片倉ブリザード、ね、マジで誰だよ、マジで知らねえわ。あ、こっち、え、怖い怖い、びっくりした。ウーパールーパー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 、こっちに綺麗なひまわり、こっちに綺麗なチューリップだけど、ウーパールーパーソードマン、僕はウーパールーパーソードマン、ハッハッウーパールーパーソードマン、ハッハッウーパールーパーウーパールーパーウーパールーパー。この動画の続きはアベマで。最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。